松岡優、最高の教師、最終回でも消えない松下公平連の黒幕説。真犯人ほぼ確定のさらに先、ビバンと9の謎の積み重ね。9月23日、松岡眉、28部主演のドラマ、最高の教師1年後、私は生徒にされた、日本テレビ系、土曜夜10時の最終回、変わらない。 と諦めるあなたへが放送される。前週放送の第9話では、うぐもり、足玉難19の転落死の真相が明らかになったが、まだまだ謎は残っており、視聴者の考察が盛り上がっている。第9話、償うことに迷えるあなたへの内容は以下。さこだ、立花勇気21期に問い詰められ、浜岡。 青木ゆず2二は、事件の日の学校侵入を依頼したのは、問題児集団の女子、西の、茅島水き19、だったと告白。うぐもりの転落死に自分は関わっていないと言って逃げていく。事情を知った九条里奈、松岡、は、うぐもりは誰にも知られたくない何かを守るため、転落現場に行ったのではないかと、不レ松下公平、 三十六に当たる。するとハスは、うぐもりは強すぎたため、すべてを自分一人でしょってしまったのかもしれないと推測した。翌日、リナが教室に向かうと、西野、金田は田辺リリカ十九のべ、玉木空、十七区が欠席していた。リナの頭には彼女たちの最悪の状況がよぎり、慌てて教室を飛び出す。 生徒たちもそれに続いたが、その時、三人はマンションの屋上から手をつないで飛び降りをしていて、という展開。その後、西野によって転落死の真相が明かされたが、うぐもりを呼び出す口実を彼女に吹き込んだ人物はわからなかった。これを受けた X、Twitter、上の考察は、黒幕は星崎しかいなくないか クラス全員で女子3人組を探そうぜ。って時も他人事だったし、探している時も面倒くさそうだったなど、星崎、奥平大県、19が怪しいという声が多い。